私は、保健福祉局の先進的介護システム推進室の内田といいます。分かりやすく言いますと、介護現場で行われている作業の見える化をして課題を明らかにし、 ICT や介護ロボット等を効果的に活用し働き方を見直すこと、これを一体的に行うことになります。一言で言うと時間を生み出すことになります。介護職員の方々の心と体の負担を軽減するだけでなく、業務量の削減によって時間を生み出すことができます。この生み出された時間は現場にゆとりを生み出して職員の方々や利用者の方々に笑顔を生み出すことにもつながっていくと考えています。介護の介護が今ほとんど尽力的家族と か、 なんか医療専門の方がなんか介護が雇めています。なので日本のようになんかロボットが務めるの任務があまりないです。本当に珍しい、素晴らしいと思います。今回がなんか北九州に来ると本当にいろいろ体験してなんかありがとうございます。平子さん、ありがとうございます。非常に多く依頼をいただいていまして、今年度7月だけでもですね、8自治体の受け入れを行いました。北は北海道から南は鹿児島県までたくさんの方々に北九州モデル関心を持っていただいています。世界的にも高齢化や介護人材不足は深刻な課題になってきていますので、北九州市の取り組みが多くの国の課題解決に貢献できると考えています。これからも様々なことに北九州市チャレンジしていって、その取り組みを世界中に発信、展開していくことで将来的には世界をリードする介護先進都市目指しています。